あ、皆様こんにちは。私は例えばケンちゃんということで、盆栽の方をいろいろ手入れしたりなんかして、配信しております。今日は、これはですね、2話目ですね。これもやりたいんですけど、ちょっとポリちゃんもご挨拶しなきゃダメだね。あ、ポリちゃんじゃなかった。この子は何やったかな。すね毛なしちゃんか。あ、すね毛がないんですね、この子。他の仲間すね毛がいっぱいなんですけど、はい、ご挨拶してごらん。こんにちは。はい、うん、できましたね。はい、じゃあここで見てなさいね。はい、というところでですね、今日はまあ、いろんな仕事をやってて、この2話目というのをちょっとやりたいんですけど、これをどうしようかというところなんですよね。どうしようかと思ってるんですけど、そういうのがいっぱいついてて、着るのももったいないからですね、ちょっとこの辺でこう針金かけたいんですけど、なかなかこれすごいポロポロ落ちるんですね。かなり難しいんですけど、まあできるところまでですけどね、ちょっと針金かけて少しこのように振ってみたりすれば、かなり難しいんですね。これすごいのがポロポロと、しかも あんまり極端に曲げることはできませんね。多分折れると思うんですね。折れる心配もありますね。どっちが前がいいのかな。まあ幹が中途半端にしか見えませんけどね、まあ仕方ないでしょう。どの辺が前がいいのかあんまりよくわからないけど、まあ、こっちでもないですね。どっちからでもいいでしょう。とりあえず花が咲いてる間はこんなにこう流しにするにしても、一歩と横に擦れるだけですね。あんまり盛りすぎると折れるんですよね。これ折れるし、つぼみが結構取れますね、ポロポロと。まあ難しいんですけどね。まあ皆さんはあんまり2番目の盆栽ってさほどお見かけしないんじゃないかなと思いますね。あんまりさほどは出回ってないんじゃないかと思いますね。これはあんまり咲いてないから切ってもいいですかね。まあ花が終わったら、まあ花が終わりましたらですね、切られてもいいんじゃないかと思いますね。本来はこの木とこれと、まあ、株立ちがありますね。これは株の方から出てるから、株立ちといえば株立ちですけどね。ですからまあ、ここから出ていても、これをずっと使っていれば、こことここ根面みたいになる可能性だってありますね。ここにも出てくるんですね。結構脇芽が出てくる性分ですね。これは脇芽っていうか矢ごめっていうかですね、なんかそんなところが結構ありますね。まあそんな感じで少しこう古い針金ももったいないから使ったりするんですね。できるだけですね、やっぱ皆様にやっぱり安く提供できればというところで、まあ古い針金もよく使いますね。なるだけ皆様に安く提供できるように、もちろんこれもそのうちヤフオクで出しますけど、今ちょっとつぼみだからですね、もうちょっと花が開いたら出そうかなっていうところでしたね。かなり難しいですね。これつぼみをなるだけ落とさないようにかけようと思ったらですね、これは酒飲んでるからできるけど、酒飲んでなかったら手が震えるからですねできないですね。今酒飲んでるから手の震えが止まってますから
というようなことですね。だいぶ整ってきましたね。で、これもですね、これがこう来るしですね、とりあえずこっちからこれもこうやった方がよろしいんじゃないでしょうかね、これをこうですね。まあ、そんなところで小さい針金をちょっと持ってきてですね、やろうかなというところですね。西日が当たりまして、なかなかあんまり見えそうで見えないんで、逆光になってるんですね。かなり見えづらいんですけど、まあ、手探りでどんどんできればと思いますね。で、これは2番目っていうのはご存知の方もたくさんいらっしゃると思うんですけど、赤いツルツルした実がなりますね。グミみたいな実がなるんですね。多分食べられたと思うんですけど、まあ、そういうふうな実を楽しむこともできますね。この後ですね、花が咲いた後に。
的にはここが幹が一番見えにくいですね。あ、垂れてますね、ほんと。あなた垂れすぎじゃないの。ここの方が幹はどちらかといえば見やすいのかもわかりませんけど、まあそんなこんなでですね。まあ、ということにしておいてと書いてるんで、よく頑張りましょう。なかなかこれは枝だなっていうのはできにくい方ですよね。このように下からこう矢込めが出てくるんですけど、枝だなはできにくいと思いますね。もう一緒に。ここは巻いたのか。ここは巻いてるから少しもう少しこう、沿ったような形にしてみた方がいいかな。見えないわけでもないですね。ただ吹き流しだからこれ登ると一緒ですからね。こう登るも向こうからも見えやこっちからも見れるわけです。まあそんなこんなでですね。ちょっとこの人のちょっとこんな感じにしといてと。よっこいしょ。はい、こっち見てごらん。はい。はい、皆様にお尻見てないで、こっち向いてて。はいはい。はい、お利口さんだね。はい、お利口ちゃんね。まあ、こんな形になりましたね。あと、私やってるのは、この去年ももうちょうど1年になると思うんですけど、もみじの石付けなんかしたと思うんですね。やっとこれを今、針金外してるとこなんですね。まあ、こういうふうに、こう、針金が少し大きくなってくると非常にやりにくいですね。そういう時はもうぶつぶつ振った方が取りやすいですね。切れるところはもうぶつぶつ切って針金を外していった方がよろしいかと思いますね。まあ、こんなこんなでいくつもあるからこれたくさんしなきゃいけないんですけどね。まあ
やったのと、こちらは八つぶさ千住松ということで、まあ、こちらが後ろ枝でこっちが正面だということで、少し斜めにはなってますね。こうこっち倒れてかかっているけど、これを少しこっちに持ってくるような、このように植えるとかな、こういうふうにして、とりあえず、こちらの正面はが正面ということでよろしいかと思いますね。あとはこのようにこう少し下げて、今度下げて、これも下げて、こう頭を作ればちょうどいいかなと思うんですけど、これがこう真上から来た時にこうなっていればいいけど、これが飛び出ますね。膝を下げた方がちょっと長いと思います。いらないと思います。あとこう下げてもちょうどだいぶいい。これもちょっと出るかも分かりませんね。まあ下げてみたところで考えてみましょう。どうにかなるかも分かりません。というところで、これはこれですね。あとこれですね、これ心拍ですね。これもこの葉が落ち着いたらもう出来上がる前に、いや、豆腐に出そうかなと思ってるけど、まだ1ヶ月ぐらいは出せませんね。ちょっと1ヶ月ぐらいはまだ枯れるかも分かりませんからですね。植え替えはしてないけど、この辺きれいに掃除して、ちょっとここで針金をかけたところで、ちょっとどうにか形ができないかなというところで、この辺もこう掃除したところなんですね。まだこのような状態でちょっとあまり自信がないからですね。もし枯れたりなんかするとやっぱりあんまり安くないですからね。これは素材的に結構骨がいい方だと思いますね。まあ結構古いし、まあ売るとしても1万円近い出品価格、まず8000円とかその辺からいくと思いますんでですね、まあもうちょっと今年の夏っていうか、まあ、これ枯れないっていう段階になればもう出そうかなと思いますね。素材というとですね。とそこまで、これは1位だな。これ1位、これなんか倒れてるんですね。元々はこれですよ。こうですね。無用だったはずですね。ところがちょっと外れてこう毛が長くなっている面もありますけど、これも整えたいと思いますね。まずこれも植え替えてしばらく活着させるべきだと思いますね。このまま吹き流し風に、まあ半剣外だとか、まあ、悪くはないけど、なんか立ち上がりがこうなった場合、なんとなくこう半剣外にするのも なんとなくおかしいですね。やっぱり本当は半剣外にするのはこっちこう触れてて下に下がった方がいいような気がしますね。大事な一位さんをつっつくでした。そんな形でですね、このような形で植え直してやってみたいなと思いますね。というところで今日は似合う目、まあ、おいおいですね、形は少し変わってくると思うし、まあ、まあぼちぼちこんな感じで、とりあえず花を見るためにですね、まあ何でも使ってやってみたところでございます。というところで今日は、というところで今日は2合目の吹き流しの盆栽のご紹介でございました。どうもご視聴ありがとうございました。